きチャンネル。よっ。こんにちは。さてまたなんかメジャーでサイン盗みが問題に、ね、はい、そうなってて、で調査もして、うん、でなんか組織だってやってたっていうところが、はい、まあ、認定されて、まあ、監督と GM が出場停止になって、はい、でそれを見て球団側解雇してっていうね、はい、っていう問題も、あとコーラ、はい、レッドソックだったかなの監督も、はい、その関わってる時があったみたいな感じで監督解雇されて、はい、っていうところで、あのあとなんかドラフトの1巡目2巡目の指名権剥奪みたいなのがあった処分が出てるんですけど、はい、もう今ちょっと日本球界に物申したいって言ってたじゃないですか。そうですね、結構この動画、はい、海渡りますメジャーにまで、メジャーにまで物申しますか。はい、もうメジャーにもう勝つよーっていうで、まあサイン盗みはもちろんビデオカメラ使ってやったもちろん、その良くないこと悪いことですよ。でも結構その罰というか、まあ解雇されてなってるじゃないですか。だって監督と GM だけね。まあまあそう、まあでなんかチームとしてドラフトね、はい、うん、まあチームとしては罰受けてるんじゃないですか。いや、それじゃなくならないですよ。なくならないですか。なくならないですよ。なんでですか。やっぱり、はい、僕まあ全部が全部とは言わないですけど、はい、僕は個人的意見として罰則強化が抑止力になると思ってるんですよ、はい、だから、まあ、この、ね、サイン盗みの問題と同じにしちゃいけないのかも分かんないですけど、ながらスマホとかも罰が重くなったじゃないですか、はい、交通法の中で、はい、あととか煽り運転もこの刑罰が多くなってる、ね、高くなってるとか、飲酒運転とかも相当きつくなりましたもんね。 それによって、はい、その飲酒運転も件数が一気に、まあ、減ったじゃないですか、はい、それは、まあ、人間の、うん、としてその厳罰あるからそれをやめようっていうのはダメなんですけど、はい、でも事実的に言えばそうなってきてるじゃないですか、はい、だからそういう飲酒運転とかながらスマホとか煽り運転とそのサイン盗みを一緒にするのはどうかと思いますけど、はい、ちょ大げさに言ったら僕はこのサイン盗みの件ももっと厳罰化にした方がそのなくなる可能性は高くなると思うんですよ。で今回組織ぐるみって言われてるんで、はあ、そっか、チームとしてもみんなでやってるっていう風になってるんで、はい、だからそうなってくると僕は選手にももっと罰がいると思うんですよ、うん、関わってた選手個人にも、個人にも、あ、そうか、今回は個人には全く影響ない、全く影響ないんで、もしタイトル取ってたらタイトルホルダーだし、はい、10発ホームラン打ってたら40本ホームラン打った人になるし、3割バッターにもなるし、うん、でそれによって勝ったピッチャーは何十勝投手とか、はい、防御率いくつとか、うん、いい成績残した人は全てそれが自分の成績として加味されるじゃないですか、はい、うん、ってなった時にそれじゃあ僕はもうまだ絶対怒ると思うんですよ、何らかしらの、はい、だからもう何かあったら見つかったらやばいぞみたいな厳罰化が必要だと思うんですよ、はい、でもそのためにも中途半端な調査はダメなんで、はい、日本ではうまく働いてるのかどうか分かんないですけど第三者委員会みたいなちゃんとした別組織の調査をグループを作って、で裁判じゃないですけど公聴会みたいな感じで当事者たちも呼んで事実を照らし合わせながら、まあ、もちろん反論もあるだろうし、はい、なんか否定もあるだろうし、そういったところもちゃんとしながら組織のその裁判みたいなのかけて組織的に黒ってもう断定された場合は、はい、僕の持論ですけど、はい、全選手その関わってた期間の記録、はい、全抹消です。全選手、なんかそのチームの、チームの、もうだからもうアストロズだったら、はい、アストロズ全選手の、はい、だからもし2019年やってたっていうのが、はい、もう証明された場合は組織的に、はい、全抹消です。もうだから打率もホームランも安打数も勝ち星もセーブも、まあ、負けも、はい、全抹消、だからゼロ、その1シーズン仕事してない。じゃあ20勝した投手もゼロ、うわーきつい、もう全員ゼロで、はい、優勝してたら、はい、もうその優勝も剥奪で、はい、その年の2位のチームが優勝扱い、で3位とかだった。でも3位が2位になる、2位になるってことか。ああ、そうそう、もう全抹消、うわー、だからオリンピックのドーピングと一緒ですよ。
ですよ。オリンピックだってドーピングして金メダル取って何年後かにもしなったら遡って抹消されたりするじゃないですか。そうですね。でしかもドーピングとか記録も抹消されるじゃないですか。はい、うん、だからドーピングとサイン盗みを一緒にするのはどうかと思うんですけど、うん、いわばインチキっていう大きな括りだと、うん、もう一緒なんですよ。インチキしてまで結果を残してるっていう、うん、まあ、ドーピングもそうですか、はい、インチキしてまで結果を残そうとしてる、うん、サイン盗みにしてもインチキしてでも結果を残そうとしてる、はい、僕はまあ一緒にするのはどうかと思うんですけど、大きな括りで言うと一緒やと思うんですよ、うんうん、ってなった場合同じような罰が必要やと思うんですよ。でももしかしたらですよ、チーム内全員じゃないですか、うん、でもチームの中にはサイン盗みなんて本当はやりたくないんだよっていう選手だっているかもしれないじゃないですか。でも告発しなかったでしょ。だからね、僕もいいこと考えたんですよ、はいはい、告発、内部告発したら、はい、その地方取引として、はい、その人の成績は、残ります。二国者二国者にはその成績残します。あー、なるほど。その代わり、はい、ちょっとこれはまあちゃんと決めなきゃいけないですけど、はい、何月までっていうのに、うんうん、その期限決めます。そんなやとピッチャーでね、ガンガン投げて、うん、よっしゃ20勝おサイヤング賞やったぜって言って全部賞を受けて12月ぐらいに、はい、うちのチームサイン盗みしてます。してました。こいつはやってました。一番もう、はあ、こいつは全員サイン盗みしてます。だから訴えた方がいいですして調べてくださいっていう、はあ、で全員抹消されて残るっていうのだったらそれでやばいじゃないですか。そうですね。一番卑怯ですからね、それが、はあはあ、うん、でしかも、はいはい、やってたやつがやっててね、サイン盗みしてバンバン3割打ってホームラン40発打ってタイトルも取って、うん、こいつら、まあ、僕もそうですけどこいつらもやってますって言って守られませんよって話なんですよ。うん、そうですよね。だからまあやってない人ですよね、うん、やってない人が強要されたりとかやらなきゃいけない空気感になった時に密告したら、はい、あなたの成績は認めますよ、はい、もしくはその月が過ぎたとしても言ったら何らかの減刑ありますよっていう、はい、地方取引ですよね。なるほど。まあだったらあれですよね、シーズンの、まあ、半ばぐらいまでには言わないと。そうですね、ですね。7月とかまでぐらいには、はい、うんうん、だからそしたらね、言う人いるんですよ。じゃあもう8月以降からすればいいじゃないかって言って、はい、だから試合した時にもうすぐですよ。何月からいきなり7月まではなかったんですけど8月の3日ぐらいから、ま、もうやってますって言って、はい、10日ぐらいなんですよ、はい、そしたら大丈夫です。まあそれも多分その作った第三者委員会とか調べるじゃないですか、はい、ちゃんとね、はい、裏取るじゃないですか、うん、だからその裏言っただけで罰になってたギャグなんで、そうですね、はい、だってね、警察にと本当に人殺してますって言っただけでね、はい、何もしてないよね。罰だったら怖いですね。ちゃんと証拠は必要だし、そうそう、必要だし、その後でちゃんと調べた上でそれが認定されたらって話なんで、はい、言ったもん勝ちにはさすがにね、そうですね、言ったもん勝ちだったらね、はい、白の人が黒になるってもうそれやばいじゃないですか。そうですね。このサイン盗みは、うん、自分たちの成績が上がる一方でそのおかげで成績が下がって、うん、給料が下がる、うん、もしくはその一軍っていうメジャーリーグの地位を失う、はい、もしくはもっと給料上がってもよかったのにそれが上がらなくなるっていう多くの第三者のそのなんかもう被害、財産を奪ってるんですよ。そのチームと組織ぐるみでやってるチーム、戦ったチームの人たちは財産を奪われてるんですよ、はい、これ財産を奪うって、うん、やばいですよ。それはもう国家としても認められないんです。パスポートに書いてますもんね、うん、なんかこの財産を守るみたいなとか憲法書いてるじゃないですか、はい、それの違反ですよ。ちょっと話大きくなってきました。自分たちの成績を上げるよりも他人の全てを奪ってるって思ったわけですよ、うん、確かに。だって高校野球でもそれに負けたがために、はい、その高校球児たちがひょっとしたらそれに勝ってたら、はい、大学推薦とか、はい、その先のプロとか、うん、あったかも分かんないのに、はい、そこでそのサイン盗みのせいで潰されたことによって、うん、未来の道が狭まるっていうのも十分あるし。そうですね、はい、すごい大きい、いわば犯罪ですね。犯罪ですよ、いわばそれをのんきにハハって言える、そんなもんお前サイン盗まれる方が悪いって、うん、それ大げさに言うと、うん、まあ、これも一緒にしちゃダメなのかわかんないですけど、はい、いじめられる方が悪いって言ってるのと一緒ですか。ああ、まあそうですね、はい、やられる方になんか問題あるやろ。だからサイン盗みだって、うん、コメント欄でも結構ありましたけど、はい、前もサイン盗みの動画やりましたけど、はい、そんな盗まれるような簡単にしてる方が悪いとか、うん、なんか盗まれないようにすりゃいいのにみたいな、うん、なんか盗むの当たり前みたいな、はい、それ加害者当たり前って言ってるようなもんですか、うん、そこの思考もちょっと変えてほしいですね。そうですね、じゃあ厳罰はもっともっと厳しく、もうだからもう全員抹消、はい、これぐらいやんなきゃ、メジャーもそんでないと世界リードできないよ。
そんな左のワンポイント禁止とか、はい、なんか多分あの申告敬遠とか、うん、なんかまあ大事なこともあるけど、そんなことばっかりなんか時間短縮短縮ばっかり言ってないで、はい、本質変えろっつって、まあ、英語じゃないけど聞け。いやいや、これ動画メジャーまで届くんですかね。届くっしょ。 YouTube はもう世界見えるから、お金かかるから字幕は入れないけどそっちで勝手に翻訳して聞けよお前。なんかこれ英語の翻訳入れてあげろって感じですかね。ここまで本当中途半端に終わったらまた絶対怒るんですよ、はい、少なからず。で、いや組織じゃなかったら個人だけだっていいやろみたいなやつも絶対現れるんで、そいつらももう個人でやったのも密告してバレたら、はい、その個人のやつはもう抹消ですよね。すぐもう抹消、もう首みたいな、首とか成績抹消プラスもう1年だ、ドーピングと一緒で、もう何日間の出場停止とかにした方がいいんじゃないですか。だからもう、まあ、ドーピングと一緒じゃないですけど、うん、ドーピングと同じような扱いにした方がいいですよ、うん、そう、再盗みも。そうですね、まあ、うん、ドーピングは1万歩くらい譲って、はい、したからって言って結果出せるわけじゃないですけど、はい、再盗みは 1000% 結果出るんですよ。あ、そんなにやっぱり違うものなんですね。三振しないですから。そっか、低めの変化球振らないですよ。だってフォークって、はいはい、フォーク何が来ると分かるんですね。はい、フォークみたいな、はい、だからちょっと良質なバッティングピッチャー打ってるようなもんですよ。いや、これが事実やとは言わないですけど、これはもう超僕の憶測ですけど、はい、サイン盗みが、はい、そのなんていうんですかね、うん、記事ベースとかその調査ベースでいうと、サイン盗みが横行しだしたと同時にフライボール革命が来たらしいんですよ、うん、フライボール革命、もうホームラン打つようにもうフライもう打ち上げて打ち上げてみたいな、ゴロ打っても、はい、その最近だとね大きなシフトがあるから、はい、ゴロ打っても抜けないからもう上越していこうみたいな、ホームラン打っていこうみたいな、そうそう、でフライボール革命でなんですけど、はい、これは僕の憶測ですけど、サイン分かっててフライボール革命にしてんちゃうかっていう、あ、そしたら楽勝でできるよっていう、あ、なるほど、来る球分かってるから、はい、フライボール革命のホームランですが、はい、僕でもそうですけど、はい、来る球分かってたらホームランかなり楽に打ってますからね。多分三振、うん、下手したら、はい、10個しないかもかです。シーズンで、はい、うわそこまで、まあでもそのためにキャッチャーは頑張ってリードっていうものやってるわけですもんね。リード関係、キャッチャーたまったもんじゃないですよね。関係ないぞ、ね、必死で勉強して、はい、必死でってして、よしこうやっていけるって言って、はい、やってると全部バレてるっていう最悪ですね。僕はもう厳罰化にした方が、もうここで緩く終わると何ら知らぬ手段で続く可能性あるんで、はい、それかもう前話したインカムかっすよ。でもあの動画インカムいいんじゃないかっていうコメント欄にありましたよ ね。だからもうそれか、はい、それしかないですもん、うん、そうじゃないともう盗まれますもん。だってもう第三者に見える、はい、あの伝達してるの野球ぐらいですもん。いや、インカムもでもやっぱすごいまだ経費とかいろいろかかるかもしれないじゃないですか。インカムが壊れたとかいろいろまたそういうので試合中断とかあるかもしれないじゃないですか。いや、壊れないです。そんな壊れたらなんかでストックあるから帰ればいいじゃないですか。あ、すぐ帰ればね。ああ、でも試合時間またちょっと伸びるかもしれないですよ。なんかこのインカム上じゃん、なんか聞こえない聞こえないみたいな。いや、僕はそもそも試合時間を短くしようなんて思ってないんで。あ、そっか。あ、まあでもファンからしたら別に長くても帰れるんじゃないですか。はい、今なんて僕大好きな NFL のもう今日だからもう2月3日がスーパーボールだから、はい、もうそろそろもう超今大詰めですけど、はい、下手したら4時間ぐらいかかりますからね。あ、雨の長いですね。しかも1回やってから40秒間の間で次スタートすればいいんで、はい、イニング間投球間40秒あるようなもんですよ、はい、それ4時間やっても飽きずにずっと見とけますよ。確かに超投手戦の時って2時間半ぐらいで終わるじゃないですか、はい、確かにちょっと寂しいですもんね。いや、もう3時間半ぐらい見たかったよってなりますもんね。長いか短いかじゃなくて面白いものを見せれるか見せれないかなんですよね、うん、でなった時にサイン盗みが横行してる中の野球見て面白いんかって話なんですよ、うんうん、確かに。だったらまだインカムの方がいい。そうそうそう、はい、そういうとこ直した方がいいよ、もうメジャーもね、もっと届きメジャーにっていう。